せっかく海外サーバーっぽいけど、もう外国人のフリできなくなっちゃったな。爆弾おにぎりになっちゃったから。名前がな。ね、なんで2人名前変えたの？え？なんで名前変えたの？いや、なんか声かけてくれる人がたまにいるじゃん。うん。そうだね。そう、嫌だなって思って。いや、ここ強調すんなよ。なんか声かけられたくないなって思って。いや、ありがたいんですけど。そう、あ、今度おにぎりが声かけられちゃうよ。確かに。そうだね。でもなんかよくいそうな名前じゃん。ねえよ。ねえ。嘘だろ。おにぎりとかでいそうじゃん。それはいねえよ。おにぎりはいない。いないことないだろ別に。割とよくありそうじゃん。なんで爆弾にしたんだよ。確かに。いや、食べ応えあった方がいいかなって思って。食いしん坊なのか。そう。前は握り飯だったから、ね。バッテリーあった。いい仕事してるね。仕事してますよ。今度はショーマップじゃないのか。あ、トミー誰か呼んでる。あ、ジェイソンがでかい家の、うん、あったナイフだ。とこにいて、でかいと、うん、家がオードア。うん、あー、そっちか。うん、なんか俺今日1個もアイテム取れねえな。マジか。なんかもう1人離脱したな。死んだわけでもないのに。確かに。こいつの音楽も変わってるな。死にそうになったの。え、なんか全員変わってんじゃない？ジェイソンの。なんか全員個別のになったとか聞いたけど。うん。そうか。らしいね。あれ？でも電気消えてる、ここ。怖い。ガソリンあったわ。何この見えない壁。え、え、何これ何これ何これ。扉開いてんのに取れねえ。なんだこれ。またバグだよ、そういう。なんだこいつは。やってくれるじゃん。いやいや、これはすんな。そういうやつ。あ、ヒューズの家見っけたわ。そういう、マジで。ああ。ヒューズないけど。ないね。一番上とか。ど真ん中。ど真ん中か。あそこか。はいはいはい。ヒューズないって言ったじゃん、ウッシー。うん。俺。え？ヒューズを。まさか。まさか？持ってそんな引っ張る。必要以上に食べんな。持ってなさそうだなこいつ。そうだ。あと20分後に言うか。終わってるんだよな。待ち終わってるんだな。ないだろ。あ、ここトミーの通信機か。もうジェイソンめっちゃ追われてる。ちなみに真ん中のヒューズの家にガソリンスタンドじゃなくてガソリンがある。スタンドはねえな。なるほどね。ちょっとスーツドアの俺ガソリン。ごめん、ちょっと置いてきたまんまだけど。ガソリン持ってこうかな、じゃあ俺。ホドアにバッテリー持ってくわ。あれ、こいつ罠仕掛けてないんじゃねえの？罠だ、3つしかない。あんまり仕掛けてないね。そう、なんか、あんまり罠使えないやつ。そう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 。なんだよね。3つ罠。なるほど。罠3つ。少ないな。ということは、なんか俺ヒューズ見つける気がすんな。持ってねえじゃん、やっぱり。さりげなくがバレないように言ったんだけど。いや、分かってるわ、知ってるわ。バレたかー。ヒューズ見っけたー。よっしゃー。本当に分かった。はい、見っけた。やるね。無限実行じゃん。すげえ。やるじゃん、ね、車のキーと交換しとこう。じゃあもうガソリン。どっちも大事だけどな。なんだ、ガソリン回収しに来たけど別にいいかな。じゃあどうしよう、一応運ぼうかな。マジでアイテム運んで。あの、ヒューズのさ、左上の家あんじゃん、すぐ挟んで道を。うんうんうん。そこに車のキーとかだわ。なるほどなるほど。俺ちょっと持てないから。どっちが近いだろう。え、通信、今ガソリン入ってる2シートってどっちだ。どっちなんだろうこれ。でかい家の方が4シート。あ、マジで、うん、じゃあそっち向かおうかな。そこにバッテリーも置いといた。あ、ほんとだ、電話機にも罠張ってない。あ、全く置いてないのか。ねえ。ヘイスーパーマン。ヘイ。マジで。どうやってやんだっけ。あ、そういう。ここ。これ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 。エモーションエモーション。なんでいまいちな感じのやつ出してんの。ノーノーみたいなやつやめろよ。俺ガソリン運びに行くから、じゃあ頼むわ。あ、相手びっこもねえな。うわ、誰か死んでる。え。あ、一人やられてんな。なんか今悲鳴聞こえたよな。あ、うん、家の鍵、家の鍵じゃない、ごめん。何回間違えたよ。なんだよ。普通にごめんって言っちゃった。あ、俺パパ警察かもしんない、もしかしたら。お前んちの鍵いらねえよ。俺んちの鍵いらないの。パパ警察いらないよ。あ、そっか、パパ警察強いね。ちょっと待って、本当にアイテム何もねえな。
鍵どうしようかな。フォードアって。あれ、呼んだ警察。呼んでないよ。あ、壊されたんだ、今。え、あれマジで、マジで来てんの、来てるな、ヒューズの家に。で、車は鍵つけられたか。乗っちゃう。じゃあ、今のうちにガソリン入れさせてもらうぜ。あ、バッテリーも誰か落としてくれてたのか。俺は持ってきた。サンキュー。いいじゃん、これ。俺が修理するしかないか。ちょっと結構このキャラだとミスする気がするよ。俺がケツをアップに移して。あ、でも俺来たよ、俺。あ、しゃ、俺結構修理ステルスで行った。修理得意だよ。ほんとだ、アダムパロミの1の差だけどね。1の差か。頼むわ。よし、どこ、え、どこ行った、どこ行った、あいつ。ガチさんのケツ邪魔。あ、いいな、俺もそういうことする。もう4人乗る。ケツじゃん。いや、今3人いるよ、3人。ヒューズの方罠仕掛けられましたね。あら、俺丸腰になっちゃったけど。乗せるわ、途中で。本当に乗せてくれんのかな。乗せる乗せる、信じろ。どこにいるの。え、でっかい道にいる、一番でっかい道。じゃあとりあえず道、あー、あれか、とりあえず道なりに行けば。あー、いる、いけー、お、すげー、台無し、台無しだよ。事故った。あー、ちょっと助けてください。俺今丸腰なんだよ。あー、死にましたー。はい、解散。俺の代わりに乗ってくれ。解散。俺の代わりに乗ってくれ。はい、解散。解散しまーす。違うんだ。あのね、こんなバラバラになんの俺。あの銃がさ、バグでまた構えられなかった。ごめんごめん、ガソリン持ってきた、いい、ね、来てたから丸腰でさ。ごめん、バグっちゃった。いいよ。トミー呼ばれてる、トミー。トミー呼んだ、俺呼んだよ。ナイスナイス。これひょっとして俺狙ってんの。うわ、もう来てる来てる来てる。いい、来てた。訪問されてた、危ねえ。え、これどうしようかな。あれ、ヒューズ直せねえ。なんかバグって。え、もうなんかバグってるよね。うん。あ、よし、いけた。あらら。いけた。おにぎり大丈夫か。あ、大丈夫。よし、こっちに、あれ。なんかね、ジェイソン警戒して車のとこ戻ってったわ。あー、ここにうろついてる。うん。車を警戒してるね。今のうちに、だから警察呼びたいとこだよね。あ、もうトミー来てんじゃん。今頑張ってるよ、電話。さすがだぜ。じゃあ、車だな、ジェイソンが。ジェイソンが来そう。いや、こっち、俺狙ってるから大丈夫。本当に、電話しましたよ。さすがよ。うわ、すげえ。3分半。なんかこの家、はちゃめちゃに壊されてんな。はちゃめちゃ？ああ、はちゃめちゃが押し寄せてるわ。いや、はちゃめちゃに壊れてんなって。はちゃめちゃなんだよ、とにかく。どうしよう、はちゃめちゃなの。うん、はちゃめちゃさ。どっちも買おうか迷うな。あれ、どっか行った、ジェイソン。本当だ、はちゃめちゃだ、これ。うん、あ、来た。そう、はちゃめちゃなんだよ。泣いてる場合じゃないね、これ。でしょ。あ、べえべえべえ。あべえべえ、どっか行ったと思ったら、目の前にいやがった。あ、もしかして、この男、車狙ってっか。狙ってんね、赤パン。俺の前にいるチャノが。みんな車行ってん、よっしゃ、行くぞー、乗るぞー。あれ、後ろにジェイソンいるよ。いるよ。あ、来てる来てる。めっちゃ来てる。あ、おい、置いてくるのか、こいつ。待ってくれ。俺も乗せてくれよ。あ、でも後ろのジェイソンダメージ受けてるから、これいけるかも。俺が今撃ったから。急げ急げ急げ、ゴーゴーゴー。あ、でも回り込まれてる、回り込まれてるぞ。危ないぞ。俺はここにいよ、拾ってもらえるはずだ。いや、もう4人乗って、今4人乗ってんだよな。トミーが乗ってるんだよね。トミーがそのままスッと乗ったからね。あー、危ねえ。おー、ノーだぜ。すごいルート行ってる、すごいルート行ってる。これ行けんのか。お、そこ、はちゃめちゃだね。はちゃめちゃルートだよ。はちゃめちゃだ、これ。はちゃめちゃだよ。はちゃめちゃだ。すごい、はちゃめちゃルートやってんのか。うん、はちゃめちゃしてる。え、止まった止まった。なんかに引っかかってんだ、これ。これなんか引っかかってんでしょ。うん、後ろにあるよ、これ。これ降りた、降りちゃったじゃん。降りちゃったじゃん、運転手。何やってんだ。うし、うし、逃げ逃げ逃げ、もう。おー、運転手、運転手殺されてる。もう、そいつはもうダメだ。そいつはもうダメだ。誰か下の、おい、下の家来んなよ。行くぞー。あー、めっちゃジェイソンこっち来てます。下の方の家に来んだよ。スーパーマン。行くぜ。俺の陣地なんだよ。俺んちだよ。行くぞー。オーナー。来たじゃん、結局。結局じゃん。イエーイ。死ぬとこだったぜ。イエーイ。ついてんな、こいつら。
あと1分ぐらいいけるだろう。いけるいけるよ。そうだね。うわっ、こっち窓開いてねえんだ。出口ない。窓全然開いてねえじゃん、ここ。カキーンと。おお、素晴らしい。え、やった、すごい。おい、スーパーマン。隣の家行く？隣の家行くしかない。隣の家行くしかないな、これは。ほら、俺のケツ追ってこいよ。見ろよ、俺のケツ。すげえだろ、おい。ちょっと待って、先。あれ、でもなんか気配。消えた？消したのか消えたのか。どっちだ？え、なんか俺窓に近づけないんだ。あ、近づけた。あぶね。トミーがね、火の陰に隠れてるね。これ引っかかってねえな。あ、そっか、他の奴らもいんのか。あー、いるいるいる。どうしようか、これ。これ、全部効くかなぁ。ねえ。3人でぶん殴るしかねえか？かまったらぶん殴る。この、うん、この家、窓開いてなさすぎるだろ。やばいっす。そこを開けてる。おれぇ、はい、よいしょ。え、またやったの？ナイス、スーパーマン。え、ね、普通にすげえ。おの、強えな。さらに隣の家行く？あります？あっちの、あっちですね。ちょっと離れてるけど。うん。あ、来てんな、来てんな。お、へえ。うわ、遠い。どっち？そっちだよ。そっち？逆だよ、警察。まずいな。どうする？一回入るしかないね。一回入ろうか。俺んとこ来てそう。あれ？俺んとこ来てる。あ、おにぎりがやられてる。そう、おにぎり今ね狙われてますね。はちゃめちゃだよ。はちゃめちゃに追いかけてくるよ、こいつ。倒すかな。行くか、今のうち。とりあえず家に入る。おら、よし、その後下の家に逃げてこれ。ああ、来てる、こっち。行けるね。来てる、一旦逃げよう。あ、一旦逃げよう。あ、フレアガンとどっちがいいかな。フレアガンにしとくか。あ、なんかバットとか来てるな。こわ、俺ら来てんの。来てるね、こっちですね。なんで二人を狙うんだ。マジか。へえ、そっち行ったんだ。普通二人狙わないよな。よし、逃げよう。その間に俺は西の方に行かせてもらうぜ。俺も。あ、シフト使ったぞ、キヨ。こっち来たね、来たね、捕まったね。でも、あー、ちょっと大丈夫。苦しんでる。あ、苦しんでる、ね、ちょっと待って、行こうか。オッケー、横にするわ。あ、しゃ、俺もナイフないから、捕まったら俺も死ぬわ。あ、俺、あ、そうだ、俺ナイフ持ってんだから近接撃でもよかったな。うおお、どこ行った？ガチさんも合流しよう。前にいるぜ。どこにいる？ここにいる。前にいる？ああ、はいはい。どうしよっか、これ。こいつのシフトって遅いから掴みやすいんだよ、確かね。はいはいはい。距離さえ近ければ掴みやすいんだね。やばいんだよね。なるほど。来るよ来るよ来るよ。使ったな。うん。危ない。危ない。危な。あれ、誰も捕まってないのか今。捕まってない、まだ。うん、ウシ、そこ大丈夫。あ、いけた、通れた。いけた、いけた。そう、今ちょっと危ねえって思った。サク、ガチャってなって。スタミナやば。やばい。前か。やばい、俺もスタミナがやばい。あとちょっと、やばいな。一発倒せればちょっと変わるんだけどね。ナイス！ナイス、ナイス。よし。はぁ。でも頭に当てらんなかったわ。よし。よし。今のうちにちょっと距離を稼いで。うわ、もう使えんの？あ、やれた、やれた！やらせねえよ！マジで。ナイス！あ、サンキュー。俺丸腰になっちゃったからちょっとまずいな。でもナイフは持ってんだよね。ちょっと武器さえあれば威嚇できるんだけど。前に来たね。ああ、俺も来たね。俺武器落とせばいいのか。よし、甘いぜ。こっち来たか。来たね。あ、そっちか。ううあ、捕まれた。まだ頼む、煮干し。あー、まずい。あ、ちょっと武器欲しいな。あ、まあ、いっか。あ、やべ、もういいや。時間がない。もう行った方がいい、もう行った方がいい。で、今ふわっとしちゃった。シュート来てるよ。いいよ。頼む。あ、武器落としちゃった。あとちょっと。まだもうちょっと距離あんのか、これ。武器は持ってない、どっちも。やばい。ね。前にいるね。やばい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 。前か、前か。前に行ったのか。武器持ってない。やばい、落としちゃった、武器。ね、ただの海に来たわカップルじゃん。これどうでもね、俺。おお、すごい。何今の。いけ。あ、大丈夫大丈夫。持ってんのか。いいいい。これはいけた。そうそうそう。俺を狙わせたかったんだよ。オッケー。スタミナあるかな俺。確かに。大丈夫かさ。いや、全く見えないんだよね、スタミナが。使ってきたよ。ナイフ。あ、ダメだ。ナイフ取っといてよかったぜ。言ってくれ。よっしゃー、スタミナ切れてた俺も。行ったぜ。ええー、大丈夫ガサ、見えない今。死んでしまったー。あー、スケベ、スケベだ。マジかー。なんという。一人かー。
スタミナ切れだったか、見えなかったな。よく頑張ったよ。よく頑張った、ね、そうだね。みんなよく頑張った。でも、ウシキを守るために3人の英雄が死んだんだよ、ね、そうっすね。俺、武器さ、ウシキに渡そうとして置いた瞬間にシフトされちゃったの、うん、そう、あれ、俺もなんかねアイテム拾いたかったんだけど。いや俺もさ、3回ぐらい乗ってたから調子乗ってたわ。過信してた。過信してたね、自分の力。また行けると。てか何気に隠れてたトミーこっそり逃げてるね。え、ほんとだ。こいつ。何逃げてる。コブラ。こいつ一発も銃も撃たねえで、もう。一緒に来てくれればもっと楽に行けたかもしんないのに。スッと逃げたよね。